ジョーン・フォンテインはアメリカの女優、本名ジョーンでボーヴォア・デ・ハビランド、イギリス人の両親の間に日本で生まれ、1919年に姉であるオリビア・デ・ハビランドと共にアメリカのカリフォルニア州に移住した。フォンテインは1935年に舞台で女優としてのキャリアを始め、同年にアメリカの映画会社 RKO と契約を結んだ。フォンテインは1940年に アルフレッド・ヒッチコック監督作品、レベッカ・でアカデミー主演女優賞にノミネートされ、翌1941年に同じく、ヒッチコック監督作品の、断崖でアカデミー主演女優賞を受賞した。フォンテインは、ヒッチコックの監督作品でアカデミー賞を獲得した、ただ一人の俳優となっている。また、姉のデファ・ハービランドも、遥かなる我が子と、女相続人でアカデミー主演女優賞を、 受賞しており、フォンテインとデハビランドは2013年現在で唯一の主演賞を獲得した兄弟姉妹である。フォンテインは1940年代から1990年代にかけて舞台、ラジオ、テレビ、そして映画で女優活動を続け、1978年には自伝、ノーベット・オブ・ローゼズを出版した。50年以上にわたって女優活動を続けていた。 フォンテインが最後に映像作品に出演したのは1994年のことだった。フォンテインはカリフォルニア州カーメルバイザシーの邸宅ビッラー・フォンタナで暮らし2013年12月15日にこの邸宅で96年の生涯を閉じた。デハビランドエアクラフト社を創設したジェフリー・デハビランドはいとこである。ジョーン・デハビランドはイギリス人の両親の間に 1917年に東京で生まれた。父親のウォルター・オーガスタス・デファ・ハビランドは、ケンブリッジ大学を卒業後に1893年に兄を頼って来日し、函館や神戸の日本聖公会の教会で、英語、サッカー、クリケットを日本人の少年たちに教えた後に、1898年から数年間は、金沢の旧世代四高等学校で、 1904年から1906年よりは、東京高等師範学校で、英語教師の傍らサッカーの指導者として、現在の筑波大学集球部の前身の、東京高等師範学校集球部を指導した。彼はスポーツマンで、サッカーが得意であったため、日本サッカーを広めた功績もあり、箱館や金沢では、日本サッカーの父と呼ばれ評価されている。その後は、 早稲田大学法学部教授に転身し、当時の同僚だった人物の妹のリリアンを紹介されて結婚した。そして、本店員が生まれた時には、特許専門の弁理士事務所を開業していた。なお、昔からアメリカや日本の映画雑誌では一貫して、ジョーンの父は東京大学の教授に招聘されて、来日と書かれているが、 ケンブリッジ大学を卒業してすぐに来日しているので、それは事実ではない。母親のリリアン・オーガスタは、オウォルターと来日する前には、イギリスの舞台女優だった。リリアンは、娘たちが1940年代に女優として、大成功を収めた後に、リリアン・フォンテインという芸名で、再び舞台女優に復帰して、ジョーンの主演映画、アイビー、二重結婚者にも出演した。 ジョーンの両親は1914年に結婚したが、ウォルターが日本では芸者遊びにうつつを抜かす浮気がちな男性だったために、二人の結婚生活は必ずしも幸福とは言えなかった。1919年2月に母リリアンは病弱だった娘たちには東京の気候が合っていないのではないかと考え、ウォルターを説得して一家はイギリスへと戻ることを決めた。イギリスへ戻る途中に、 オリビアが帰還支援となり、高熱で倒れたために、一家はカリフォルニアにしばらく滞在している。その後、フォンテインも肺炎に罹患したために、リリアンは二人の娘とカリフォルニアに残る決断をし、サンフランシスコから50マイルほど離れたサラトガに移り住んだ。しかしながら、父ウォルターは家族を見捨てて、後に再婚することとなる、日本人家政府松倉由紀と共に、 日本へ戻っていった。フォンテインの両親は、その後別居生活となったが、二人が正式に離婚したのは1925年2月になってからだった。同年に、母のリリアンは、ジョージ・ミラン・フォンテインと再婚し、彼が死去するまで添い遂げた。一方、父のウォルターは、松倉ゆきとは1927年に再婚したが、1958年に死別し、 別の女性と2年後に再婚した。フォンテインはロスガトス高校に通い出し、間もなく姉のオリビアと共に発生法のレッスンを受けるようになった。フォンテインは16歳の時に父オルターと暮らすために日本へと戻り、東京の精神インターナショナルスクールに入学し、1935年に卒業した。東京生まれで一時期東京で育ったことから、 戦後の日本の映画雑誌では、江戸っ子女優と紹介されることもあった。レベッカの潜在写真。フォンテインが女優としてデビューしたのは、ドディー・スミスが書いた戯曲で、1935年に上演された、コール・イト・エーデーである。フォンテインはこの作品に出演後すぐに、映画制作会社の RKO と出演契約を交わしている。 映画での初出演となったのは1935年の男子県生の早くで、この時のフォンテインは、ジョーン・バーフィールドという名前でクレジットされていた。当時フォンテインが契約していた RKO は、キャサリン・ヘプバーンに力を入れており、フォンテインには、エミリオン2-1や、偽装の女といった作品の早くしか回ってこなかった。それでも RKO は、フォンテインを将来見込みのある女優だと考え、 ザマンフーファウンドヒムセルフのヒロインに抜擢し、RKO の新たな女優であるとエンドクレジットで紹介している。フォンテインが次に主役記を演じたのは、それまでジンジャー・ロジャースとの共演で成功を収めていたフレッド・アステアがロジャースと離れて RKO の作品に最初に出演した驚き師だった。しかしながらこの作品は観客からは不評で、 工業的にも失敗作となってしまった。その後のフォンテインは、ザ・ウィメンなど12本の作品で早くを演じ続けたが、大きな注目を集めることもなく、RKO との契約は更新されることなく1939年に終了した。不遇を囲っていたフォンテインの運命は、とある晩餐会で、ハリウッドの大物プロデューサーである、デビッド・オセルズニックと隣席になったことで、 一変することとなる。フォンテインとセルズニックはこの時、イギリスの小説家、ダフネ・デュモーリアの作品、レベッカについて語り合った。そして、セルズニックは、フォンテインにこの作品の映画版のヒロイン、私役のオーディションを受けてみないかと進めている。6ヶ月間にわたって数百人の女優が受けた過酷なオーディションに勝ち残り、レベッカのヒロイン役に決まったのは、 フォンテインが22歳の誕生日を迎える直前のことだった。1945年に広告に掲載された写真。フォンテインとイギリス人俳優ローレンス・オリビエとの共演となったレベッカはイギリス人監督アルフレッド・ヒッチコックが初めて手掛けたハリウッド映画でもあった。1940年に公開されたレベッカは大評判となり、フォンテインもアカデミー主演女優賞に ノミネートされている。この時のアカデミー賞で主演女優賞を獲得したのは恋愛手帳に出演したジンジャー・ロジャースだったが、翌1941年にケイリー・グラントと共演したヒッチコック監督作品断崖でフォンテインはアカデミー主演女優賞を受賞した。ヒッチコックの監督作品が受賞したアカデミー賞の中で このフォンテインの主演女優賞が唯一俳優に贈られたアカデミー賞となっている。1940年代のフォンテインは恋愛メロドラマ作品に多く出演した。この時期の評価が高い作品として、3回目のアカデミー、主演女優賞にノミネートされた永遠の処女をはじめ、JN や i ー、忘れ字の面影などがある。1950年代になると、 フォンテインの映画での人気は徐々に衰えを見せ始め、女優としての活動の場をテレビや舞台へと移すようになっていった。1954年に上演された舞台作品、お茶と同情で、アンソニー・パーキンスの相手役ローラを演じて高く評価された。また1940年代には、ラジオの長寿番組、EN、ルクスラジオシアターに何度も出演している。 フォンテインは1960年代も舞台作品を中心に活動した。プライベート・ライブズ、カクタス・フラワー、そして冬のライオンなどである。フォンテインが最後に出演した劇場映画作品は影なき裁きで、この作品でフォンテインは副製作も担当している。1970年代、1980年代でもフォンテインは映像作品や テレビドラマに出演を続け、1980年には、ソープオペラのライアンズ・ホープでエミー賞にノミネートされた。1978年にフォンテインの自伝、ノーベット・オブ・ローゼーズが出版された。1982年には、第32回ベルリン国際映画祭の審査委員長を務めている。フォンテインが出演した最後のテレビ番組は、1994年の グッドキング・エンセスラスである。これは、フォンテインが芸能界から半ば引退し、カリフォルニア州カーメル・バイ・ザ・シーにあった陰性先の、邸宅でのガーデニングやペットの犬との生活に、入ってから、久々の作品だった。フォンテインの映画界への貢献を称して、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのバインドーリ1645には、フォンテインのスタープレートが設置されている。 1951年に撮影された写真。フォンテインは両親の出身国であるイギリス国籍と1943年4月に取得したアメリカ国籍を持つ二重国籍者だった。フォンテインは4回にわたって結婚と離婚を繰り返した。最初の結婚は1939年でイギリス人俳優のブライアン・エイ・ハーントだったが、1945年4月に 離婚している。1946年5月に俳優、プロデューサーのウィリアム・ドジャーとメキシコシティで再婚した。二人の間には1948年に娘、デボラ・レズリーが生まれたが、1949年には別居生活を送るようになった。翌年フォンテインはドジャーが育児放棄をしたとして離婚調停を申し立てている。 そして二人が正式に離婚したのは1951年1月のことだった。フォンテインは1952年11月12日にプロデューサー、脚本家のコリアー・ヤングと三度目の結婚をした。しかしながら1960年5月から二人は別居生活を始め、1960年11月にフォンテインが離婚調停を申し入れた。 最終的に二人の離婚が成立したのは1961年1月だった。フォンテインの四度目にして最後の結婚相手となったのはアルフレッド・ライトだった。ライトはスポーツ・イラストレーテッド氏のゴルフ記事担当編集者で、二人は1964年1月23日に結婚したが、1969年に離婚している。1951年に開催された、 映画祭で南米に滞在していたフォンテインは当時4歳のペルー人少女マルティタと知り合い幼女にならないかと申し入れた。フォンテインとマルティタが出会ったのはインカ帝国の意向でマルティタの父親が介護人として働いていた場所だった。マルティタの両親は娘がより良い生活を送れるようにとフォンテインがマルティタの法的な貢献人になることを承諾した。この時 フォンテインは、マルティタの両親に、マルティタが16歳になったら、ペルーへ帰郷させることを約束している。そして、フォンテインの元に引き取られた、マルティタが16歳になった時に、フォンテインは、マルティタに、ペルー行きの往復チケットを買い与えたが、マルティタはペルーに戻ることを拒んで家を飛び出した。この出来事以来、フォンテインとマルティタの間は、ぎくしゃくして、疎遠になってしまった。 フォンテインは1978年に自助伝を出版して、その宣伝活動中に、私は義理の娘を両親の元に戻そうとしましたが、彼女はそれを喜びませんでした。私が彼女の両親に約束していたのにもかかわらず、私に約束を破らせることになった誰かさんを、私は決して許すことはないでしょうと公言している。1942年のアカデミー賞で、 主演女優賞を受賞してオスカー像を手にしたフォンテイン。隣にいるのはゲイリー・クーパー。フォンテインと姉オリビア・デハビランドは2013年現在で主演賞を受賞した唯一の兄弟姉妹となっている。女優の道に進んだのは姉のデハビランドの方が早かった。フォンテインが姉に続いて女優になろうとした時に姉のデハビランドをより可愛がっていた母親のリリアンは フォンテインにファミリーネームのデハビランドを芸名に使用することを許さなかった。このため、フォンテインは新たな芸名を付けざるを得ず、女優の活動当初にはジョーン・バーフィールドという芸名を名乗り、後に母親の再婚相手で養父の名字であるフォンテインに改名し、ジョーン・フォンテインという芸名を名乗るようになった。電気作家のチャールズ・ハイアムは、この姉妹が幼い頃から、 いつも喧嘩をしていたと指摘し、フォンテインはデハビランドのお下がりの服を与えられていたが、デハビランドがフォンテインに渡す服をあざと破ったために、フォンテインはその服を縫い直して着なければならなかったというエピソードを紹介した。そして、フォンテインがデハビランドを嫌うようになったのは、母親がデハビランドばかりを可愛がっていたことが原因だとしている。1942年に、 デハビランドとフォンテインは同時にアカデミー主演女優賞にノミネートされた。対象となったのはデハビランドがホールドバック・ザ・ドーンのエミー・ブラウン役、フォンテインがアルフレッド・ヒッチコック監督作品断崖のリナ・マクレードルを役で主演女優賞を獲得したのは妹のフォンテインだった。チャールズ・ハヤムはこの時のフォンテインが 女優という仕事に心身を捧げていない自分が賞を獲得したことに対して、後ろめたく感じていたとしている。また、ハイアムはこの時のアカデミー受賞式で、主演女優賞を受け取るために歩き出した、フォンテインが、デハビランドからの祝福をあからさまに拒絶したために、デハビランドは気分を害して遠惑して見えたと、記述している。ハイアムは、フォンテインが、じ、娘とも疎遠になったとしており、 おそらく娘がおばであるデハビランドと隠れて連絡を取り合っていたためではないかと指摘している。デハビランドもフォンテインも自分たちの関係を公言したことはほとんどない。ただしフォンテインは1979年のインタビューで自分たち姉妹が口をきかなくなったのは癌に苦しんでいた母親に外科手術を受けさせようとしたデハビランドと 当時88歳の母親には手術は無理だと考えていた自分との間で意見が対立したことが原因だと語ったことがある。そして、フォンテインは、母リリアンが死去した時に、デハビランドが当時舞台巡業公園で各地を回っていた自分を探そうとしなかったと主張している。デハビランドは、母の死を知らせる電報を、フォンテインに送ったが、この電報を、 フォンテインが目にしたのは2週間後で、フォンテインが母の死を知ったのは次の公園地に移動してからのことだった。1978年に受けたインタビューで、フォンテインは私の方がオリビアよりも先に結婚し、先にアカデミー賞を受賞しました。もし私の方が先に死去することがあれば、すべてにおいて私の後人を廃したと知って彼女は激怒することは、 間違いないでしょう、と語っている。フォンテインは2013年12月15日にカリフォルニア州カーメルの自宅で老衰のために96歳で死去した。ありがとうございます。